はい、どうも。絶望と悲しみと憎しみのチャンネル、メガテンマンチャンネルへようこそ。ニューヨークヤンキースということでね、あれですよ、大谷のねホームラン数が46本ということで結果が出ました。レギュラーシーズン今日で終わりましたということでね、私が7月6日に挙げたその時点で31本のホームランを打ってね、誰もがホームランキングになれるんじゃないか、50本は余裕じゃないかという声の中でね、私予想しました。46という数字を当てました。当たりました。まあそれとは関係なくね、一言言っておきたい。労働反対、労働こそ諸悪の根源。まあそれはいつも言うんですけど、とにかくね当たりましたね。当たっちゃいましたね。やっぱりね MLB のね、この MLB の歴史通り前半30本、前半早いうちで30本も、30本以上固め打ちした選手はどうしてもそのシーズン後半は打てなくなる。ね。どうしても収束して打てなくなる。尻すぼみになる。そう、そういうデータを見て、じゃあこっから15本打てれば、御の字だねと僕は予想して、46という数字を7月6日の時点で上げて、こういうねネガティブな予想をしておけばね、予想を裏切って52本ぐらいでホームランキングになるんじゃないかというね淡い期待を寄せましたけれども、よくないですね人生。そうね、私の長い人生でね、期待するなっていうことは本当にね僕の中で真理になってますけど、本当そうなんですよね。でも期待せざるを得ませんね。これが最後のチャンスだったんじゃないですかね、日本ね、アジア人がホームランキングはという意味合いにおいてね。でもしょうがないです。もうここまでやったね、大谷翔平を褒めてあげましょう、うん、十分ですよ。何せね、大切なことはね、ホームランキングに同数でなったペレスとゲレーロね、この2選手より大谷は70打席も打席が少ないんですね。70打席少ないってことはですよ、単純計算で17試合か18試合ぐらい違うんですね、うん、まあ厳しめに見てもね、うん、厳しめに見ても15試合ぐらいはやっぱり打数として違いますよね。まあ打席と打数はまた違う話ですけど、打席だけで考えてもそうですから、ね、それだけ70打席も違うんじゃね、15試合あれば大谷ならね、絶不調でも2本は打つでしょう。ということはもう実質ホームランキングであると思っていいんじゃないですかね。またあの、何打席あれば、何打数あればホームランになるかっていうね、そういうデータでも、ね、他のペレスとゲレーロよりははるかに上ですからね。大谷の方が上ですからね。そうです。ね、打席さえね、ナリーグとの試合で代打で1打席とかそういうことがなければね、うん、ホームランキングだったんじゃないですかね。まあね、ここまでよくやりましたよ。ピッチャーやってますからね。
ピッチャーでイニングが食えてないからとか言ってますけど、130イニングですからね。規定が164イニングですから、ね。そんなことより、勝ち星も9勝とか言いますけどね。もう今の時代、勝ち星なんて、チームの強さ弱さとか運次第であるっていうことがはっきりしてるんでね、全く意味のない指標ですから、皆さん気にしないでいいです。それよりも防御率、イニング数で規定に達してないとね、文句を言われることが多々ありますけれどもね、これを黙らせる数字が一つあります。奪三振ですよね。130イニングで156奪三振というのはすごい数字です。まあピッチャーのタイプにもよりますけど ね、130イニング数よりも上回ってるで、156奪三振というのは規定に達した投手でもなかなかね、そうそういるもんじゃないですからね。2way 二刀流大成功じゃないですか。それにホームランキングっていうのはね、僕にとってはあんまり意味がないというかね、いやもちろん意味がありますけどね、日本人アジア人でね、タイトル取ってもらいたい、来年以降も期待したい。でもね、やっぱりそれよりもね、イチローとかプホルスとかね、ミゲル・カブレラとかね、それこそベーブ・ルースとかね、彼らがレジェンドですごいね、すごい選手だって言われるのは、そのなんていうの、3割30本とか10年連続3割30本10年連続200本安打とかね、タイトルも大切ですけれどもね、彼らはそれを5年10年確実に続けた、それがレジェンドの基準、まあ野球殿堂入りの基準でもありますけどもね、やっぱりね、格変で1年だけなんかすごい打率とかすごいホームラン数とか、でも翌年から波以下のね成績で、あの1年何だったの、お薬でもやってたのっていう選手はもう吐いて捨てるほどね、メジャーリーグの歴史の中でいますんでね、大谷選手に対してはね、これからやっぱりなんて言うんでしょうね、まあなんとかピッチングも規定に近いイニングを食ってね、防御率も 3.18 ね、3点台前半、150奪三振、そして打撃ではね、なんとか2割7分を維持しつつ、30本以上ホームランを打つみたいなことをね、同時に5年10年やってもらいたいなと。そうすればもうね、レジェンド中のレジェンドになるのは間違いないです。まあもうね、ハードルが上がりすぎてますけどね、まあね、大谷ウォッチャーとしてはね、打率はそんなに期待できません。2割7分を維持できればもう十分です。十分だし、ね、ホームランもね、本当は20本から30本の間が精一杯の選手、まあね、ひどいこと言いますけどね、なんでね、なんとか30本以上ホームランをね続けられればもう十分です。タイトルなんていりませんよね。いや本当は欲しいですけど、 2way 二刀流でそれをやるっていうこと自体がね、異常なことですからね、ね、その凄さっていうものをね、まだこう我々日本のファンもアメリカのファンもその凄さにあんまりこうピンときてないところがすごくあるんでね、続ければわかると思うしね、あと10年ぐらいしたらね、大谷に憧れていた
ね、中南米とかまたはねアメリカ本土のね選手でやるやつが出てきますから、でもそいつがねじゃあまあねホームランバッターじゃなくても3割打ちながらね100イニング以上投げて150奪三振できるかって言ったら、それはちょっと無理なんじゃないかなと思いますよ。そこでまた凄さが分かってくると思うんでね、とにかくこれを、まあ、最低でも5年やってもらいたいというねのがメジャーリーグ好きの私のね、これからの感想というかね、期待というか、そうなってほしいなというね、まあとにかく MVP おめでとうございますということでね、本当はね、ペレスでもいいんですけどね、捕手でホームランキング、ね、打点王、2冠ですからね、すごいことです。ただね、ペレスもゲレーロも大谷もね、地区4位でね、プレーオフを逃してるわけでね、そう考えれば、ね、最も価値のある選手っていうことで考えると、それは大谷でしょっていう話にね、それはなるんでね。そう。ということで、MVP おめでとうございます。MVP ね。あと言い残すことはないですかね。まあだから継続してほしいなと。怪我なくね。そして今年1年怪我なくね。162試合中155試合ですからもう十分1年間やれましたっていうね。本当に良かった。本当にお疲れ様でしたということでね、おめでとうございますということでね、また来年もね期待していますということでね、そうナイトメアな中継ぎ陣に負けずにね、来年こそはプレーオフに進んでほしい、そう願っているネガティブマンでございました。ではまた会いましょう。ネガティブマンでした。